こんにちは、フィーフィーです。今日はオリンピック委員会の森会長のもうこれね、失言といって、まあ、話題になってますよね。マスコミが非常にもう朝からずっとこの報道ばっかりになってますけれども、女性の話は長い発言、会議が長くなるという、この発言について意見をしたいと思います。まあ、私最初このニュースを聞いた時に、まあ、正直言って特に驚きもしなかったんですね。というのはこの森会長、もう森総理の時からでしょう、もう以前からこう失言っていうのが多かったんですよね。だから、ああまたやってしまったかっていうのが、まあ、正直な、まあ、感想でした、最初に聞いた時はね。で、まあ、ただこういつも聞いてて思うのは、なんか特にその悪気があって言ったわけではなくて、ただしですよ、まあ本当にそのような思いというか、そういう価値観というか考え方はあるんだろうけれども、まあそれを素直にストレートに言ってしまうタイプなんだなと。空気だったりとか、こういうこと言うと上げ足を取られるんだよとか、切り取られて報道する、されちゃうんだよとか、そこまで深いことを考えずにポンポンポンと言っちゃう。でもね、それもね、多分なんですけれども、これっていうのはそこまでの立ち位置に行ってしまうと、まあ多分普段から何を言っても許されちゃう立場、そういったところもあると思うんですよね。つまり普段からそういった、要は、そういう環境にいて、そういったものが許されちゃうから、そのカメラの前に立った時も言ってしまう。しかもですよ、多分講演会なんかでもよく政治家の方がこうパッパッパッとこう出現をして、たまたまその時にカメラが入っててそこだけ抜かれちゃうんですけれども、ああいうのでほらみんな笑っちゃうんですよね。笑ってたりして、あ、だから受けてると思っちゃうんでしょうね。その調子で喋ってしまう、まあそういうところがあるんじゃないかなって思うのと、あともう一つ、今森会長は83歳、まあそこで私別に擁護してるわけではないんですけれども、その世代の人だとどうしてもね、女はこうであるべき、男たるものっていうか男はこうなんだみたいな価値観、そういった刷り込み、そういった教育の中で、まあそうやって刷り込みというか価値観を刷り込まれて生きてきたところがあると思うんですね。83歳、彼らが若い時、子供の頃は。まあただそういったのが今はもう通用しないわけです。女ってさって言っただけで、もうそれ一個だけで、もうその発言だけで、たとえそれが悪気のある発言ではなかったとしても、まあ敏感に反応するっていう社会になってきてますから、それは差別じゃないかとか、わざわざそういう発言する必要ありますかというふうに上げ足を取られるので、口にしてはいけないと。そう思っている価値観が私ね、いい悪いっていう、ここに別に、なんていうの、問題、議論するつもりはないんです。例えば本当に女性って長いの話がとか、議論、会議が長くなっちゃうのとか、そういうところまでね、今ね議論してる方いますけれども、もうそこはそういうところじゃないんです。今回の問題というのは、そういった価値観を持っていることじゃなくて、そういったものを口に出してしまって、しかもそういう人がそういう人の上に立つ立場のところにいる、そういったポジションにいるということの、問題なんだと思います。で、じゃあどうしたらこういった問題起きないようにできるか、たびたびあるんですよ。特に日本でも多いのかなと思います。ただしこの人たちの価値観すぐに変わるわけではないですよね。これっていうのはね、長い時間がかかるんです。こういう世代にね、呼んでね、呼び出してね、今まさにそういうことをしてるわけですけど、マスコミが呼び出して、あなたの発言どうだ、おかしいって言ったって、そういうふうにずっとその価値観でずっと生きてきて、しかもあの立ち位置でずっと喋ってて、誰も何お咎めなくて、誰もこう指導してくれなかったわけですから、あー森さんすごいですねって言われたりするような立ち位置だから、そういった価値観が変わるわけじゃないじゃないですか。じゃあどうしたらいいのかということで、やっぱりね、例えば海外なんかはどうしてるかっていうと、まあ今多分日本の大手の企業なんかもそうしてるのかな。こういったものをやっぱり上司とか、あれぐらいの立ち位置の人をわざわざね、こう指摘をする、いやこれ今こういう発言するとまずいんですよとか、ちょっと気をつけてくださいねなんて言うのってなかなか言えないと思うんです。それこそ会社の偉いポジションの方にこう指導するなんてことをすると、関係が悪くなったり、クビになっちゃったりするんじゃないかとか、難しいですよね。ということで、まあ日本でも、導入している制度なのかもしれないんですけれども、外の人間を呼んできて、そういった教育だったりしてくれる企業というか、仕事をされてる方っているんです。例えばね、
人を一人怒るにしてもこういう怒り方するとパワハラだと言われるよということで、アンガーマネージメントっていう今教育があるんです。そういったものを外部の人が来て会社で教えたりとか、それこそその管理職の人間を教育するとかで、なるべくリスクをなくすようにする、こういったことっていうのが、さっき言ってる、今言ったようなアンガーマネージメントもそうだし、あとは発言のリスク回避、そういったものもそうですね。あとはセクハラなんかそうですよね。これもね、本当に感覚が、今の若い子たちっていうのは学校でも教えられてたり、テレビだとかいろいろなところでもそういうの言い聞かされてるから分かってるのかもしれないんですけども、やっぱり昔の人になると分からないんですよね。例えばですよ、悪気がなくて言った言葉。今日は女性が結構多めで花があるねなんていうのとか、あとは綺麗だねとか、その服似合うねって言っただけでも、例えば海外だとこれがハラスメントになったりするんですよ。それこそ女性を物として扱ってるとか、女性を軽視してるとか、あとは下心があるんじゃないのとか言って、非常にこれは注意しなきゃいけない発言になるのね。日本だったらしょうがないから、まあなんか上の人が言ってる、あははは、ってわ、ね、そこも笑って、なんか返しちゃったり、やめてくださいよって笑って返しちゃったから、これが許されるんだってその人たち思っちゃうのかもしれないんだけど、っていうのはさっきから言ってる、この人たちを指導する人たちがいないからなんです。でもこういったのが今回ね、ちょっとここだけは重要なポイント。すごくマスコミが海外からどう見られてるか、海外からどう見られてる。海外ではこうやって報じられちゃったんだよって言ってる。まあ、確かにね、いろいろな、本当は真意としては、そういうふうに、なんていうの、女性が話が長いって言ったのを、女性軽視として言ったわけじゃないんだよと、森さんもその真意を、発言の真意を言っているんだけれども、それが見出しだけで、こう、いろいろね、切り取られて、海外にまで行った時に、どうしても、女性を軽視した発言を、オリンピックのね、会長がしてるんだ、みたいな感じの報じられ方して、日本はどうなってるの、みたいに言われてしまう。ということはですよ、もちろんその切り取って報道しているマスコミもどうなんだっていうところはあるんですけれども、これぐらいの立場の人になっちゃう、国際的なイベントの人、それのトップにいる人間が、そういうことのリスク回避というか、いろいろなもの、そういった教育ができてない、指導が行き届いてないって思われちゃうんですよ。それはなんでって言ったら、結局力のある人がいるんだけれども、下の人が言えない、なんとなく物を言えない、耳を傾けてくれないみたいな環境が日本にはまだあるんじゃないかみたいな、独裁的なっていうようなものをなんかこう、なんていうの、露骨に見せてしまう感じなんですよ。まあでも実際そうでしょうね、きっと。オリンピック委員会あれ見てると、なんかこう森会長ばっかり出てきてワンマンにやってる感じしますもんね。本来であれば、国民の声だったりとか周りの声に耳を傾けて、でオリンピック開催どうするかっていうのを考える立場の人ですよね。それなのに、つい最近もですね、一番大きな問題は世論だというような、こういった発言もしていると。むしろね、こっちの方がね、本当はちょっと問題だなとは思うんですけども、要はこの人がワンマンで独裁的にやってるんじゃないかというような印象を与えてしまってるんですよね。だからこういうところで、ちょっとその組織委員会のその体質が問題なんではないかというふうに思われてしまう。でね、そもそも切り取りという話をしているんだけれども、そのメディアが切り取って報道しているんじゃないかというふうに言う人もいる。ということで私確認しました。どんなことを言ってるのかなと。まあ読み上げると長くなってしまうので、簡単に言うと、まあ、女性は積極的に発言をするので、どうしてもその一人が喋ると私もとかいう感じになって、どうしても会議が長くなってしまうんだと。もし理事会に女性を増やすのであれば、その対策を取らなきゃいけないねと言って、そういった内容なんですね。ただそこで、まあ、女性が話が長いとは何なと、そういうような、まあ、受け取られ方をしてしまって、それでそこを切り取られてマスコミに報じられてしまった。何もこの問題が、じゃあ何も問題ないわけではないんですけれども、っていうのは何でかっていうと、話し始めてる時にこれはね、テレビがあるからやりにくいんだがって言いながら始めてるんですよ、森会長。でこれ、実はその女性の話が長いとか、そういった話も、実はそういうことを言う人もいるんですって、誰かの言葉を引用してるらしいんですけれども、ただし、だからといって、まあ、やっぱり表現は誤解をされたりとか、される、上げ足を取られたりとかするような表現をしてしまってるので、本来であれば、その本人も言ってますけども、これテレビがいるからどうしても怒られちゃうんだろうけどね、みたいなことを言ってるんであれば、そこは表現の仕方、もしくは避けるべきだったのかなと思います。
多分見てて思うと思うんだけど、その現場で取材をしてる人も、まあ確かにもう一回なんかこう、出現させてやろうという意地悪な聞き方をしていたのは確かなんだけれども、その時にやっぱりまあいつもの雰囲気が出てしまって、まあ、謝ってるように見えなかった。だから謝るはずだったのに謝罪するはずが火に油を注いでしまうようなことになってしまって、またそれが炎上してる形にはなってるんだけれども、今朝もずっとね、この報道を見てるというかワイドショーでずっと騒いでました。で、それでコメンテーターの人たちがこう話してるのも見たんですけれども、だからといってですよ、もう一つなんです、だからといってこの謝り方はどうなんだって、それを言うんだったらわかるんですよ。ただもうそこの域ではなくて、もう呼び捨てで森がさーって言ってる人もいたし、あとはね、森みたいなバカなやつがみたいな感じの言い方してたりとか、もうそこの人格否定にまで行く、これはもうなんていうの、まあ建設的な議論というか、ちゃんとした議論ではないですよね。もうただ叩いてるだけ、バッシングしてるだけ、報道するものがないのかどうかわからないけれども、そこでずっと引っ張ってるわけですよ。これ非常に私こうテレビを見ていていい気持ちがしないと、これは議論ではないなと。ただ最後にこれとは別の問題になるんですけれども、実は森さんっていうのはこの委員会の、東京のオリンピック組織委員会の会長というポストを無報酬で引き受けているんですね。まあ、本来は開催地東京都がこれ引っ張っていって、このオリンピックに関していろいろ調整役で働かなければいけない、動かなければいけない。ただし、まあ、小池さんはそこ積極的ではなかったので、そうするとここをクローズアップされてしまうのがその組織委員会の会長で、会長がこんなにね力の強い、森会長がなってしまった、森さんがなってしまった元総理ですし、でもこれ都合がいいわけですよ。この人がなった方が力強いですし、人脈はあるし、お金を引っ張ってこれるし、なんだかんだ平和の祭典とは言いますけれども、これ政治的な、もう国際的にどの国でやっても言われますけれども、政治的に大きなイベントなわけですよね。そうするとここまでやっぱり力を持っている人がこの会長というポジションになると非常に有利だと、まあ、ある意味ですね、非常にこの森さんを中心としたこの利権という構図、こういったものが非常にこのオリンピックにとっては有利に働くということで、まあ、彼らもそこを利用したと。ただし本来であれば、さっきから言っているこの調整役別にいて、東京都がちゃんと分業してですよ、動いて、そして森さん、さっきから言ってる、なんか喋らせてしまうとどうしても出現してしまうというリスクもある。ただしこれは彼っていうのは人脈もあって、お金も引っ張ってこれてて、そういった非常に利点もある、ここは生かしたい。だとしたら彼を前面に出すわけじゃなくて、いつもいつも彼ばっかり出てきますけれども、ちゃんとこうマスコミに対応するのは、例えば東京都の広報の方だったり、また違うポジションの方が出てくるなりして、そこは分業するという、こういったことをしていれば、何もこういったなんていうの問題が起きなかったんではないかなというような気もするわけです。どうしても森さんばかりにこのなんて権力だったりとか仕事というか、いろいろな役回りが集中してしまったんではないかなというふうにも思うわけです。まあ、全ての責任が森さんですというのはあまりにもちょっと酷で、まあ、このまま森さんが辞めたとしても、こういうふうにみんながなんか森さんだけを矢面に持ってきていたという、なんか利用するだけ利用して、あとは矢面っていうやり方、これも要するにこの組織の作り方の失敗というか問題、こういったところにはちゃんとスポットを当ててですね、後の人は知らないようではなくて、本来やるべきことっていうか、マスコミってああいえばこういう人たちがして、これはこういう人たちがしてっていうのをなんかやればいいわけです。だから今でもおかしいのは、森さん一人がやるからって言ってるから、なんかこの中止という議論すらなんか前に進まないみたいなものっていうのは、結局こういった構図がそもそもあるからなんですよね。彼一人がワンマンでやる、絶対やるんだっていうもんだから、誰も、ちょっとこのコロナ禍でちょっと大変なんじゃないですかという一言すら誰も言えなくなっているっていうのは、多分こういった構図なんだと思います。そういったところから見直さない限り、もしかしたらこの問題の根本っていうのが見えてこないんではないかなと思いました。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどうお感じになりましたか？コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。